伊達さん無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そっか。まあ今はあまり時間がない。話は後で聞こう。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだと？どういうことだ？まあいろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったんだ。必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。分かった。感謝する伊達さん。ああ。じゃあまた。おもろいなあ。
キリュウさん、こっちです。ああ、最後まで世話になっちまってすまないな。そんなことはいいですから。何かと必要だと思って。これホスト仲間からの気持ちです。そうか、すまないな。もう準備は整いましたか？ああ、もう大丈夫だ。わかりました。キリュウさん、もう俺たちにできることはありません。月並みなことしか言えませんが、頑張ってください。ああ、わかった。ありがとうな。なんだか外の様子がいつもと少し違う感じがします。気をつけてください。あそこにお母さんが。そうだ、やっと会えるな。おじさん、私なんて呼べばいいんだろう。弓お姉ちゃんって呼ぶのか。お母さんでいいんだ、ハルカ。キリュウ、あんたやら東条会の4代目から直々の褒美が出る。4代目？金持ちいいも女もな、何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。今夜は暑いぜ。なんせ殺しのお墨付きだ、次期会長錦山さんのな。ハルカ、心配するな。何があってもお前を守る。必ずユミに会わせてやる。信じてくれるな？うん、やっつけて、おじさん。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。来い。どりゃ、うん。
Yeah!
黙れ。こいつは神宮。誰だ。須藤。今一緒にいるお前が弓の子供なんてな。おじさんはずっと昔からお母さんと友達なの？ああ、弓が今のお前より小さかった頃からな。そうだったんだね。そんな弓が母親になってるなんて、時が経つのは早いもんだ。ちょっとお前、隠れてろ、ハルカ。こそこそしねえで出てきやがれ。Stop!
急ぎましょう、伊達さん。須藤、お前。時間がないです、早く。須藤、お前、こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。それで自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良とつながっていることが分かりました。あの100億は神宮の金だったんです。それは分かってる。ですが私にはもっと別の裏があるように思えるんです。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、別の組織とつながっているのかもしれない。東城会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、まあ私も伊達さんの弟子ですから。私たちも自分の目で確かめに行きましょう。ユミ、カズマ、ハルカ、ハルカ。うん、わかってる。ハルカ、お母さんなんだよね。はるか、ごめんね。辛い思いさせてごめんね。お母さん、私ね、お母さんね、本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだっていうことができなかったの。いいよお母さん、分かってるから。私嬉しいよおじさん。よかったな、はるか。お帰りなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。なんだ。彼が来たのよ、奪われたものを取り返しに。久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が神宮。こうして会うのは初めてだね、桐生一馬君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？はるか！神宮、お前。バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。お前、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いや、この国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何が分かるというんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私には分かるわ。
どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため政治のためといって全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何が分かるというのだ。ユミ、あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの？ずいぶんな言いようじゃないか。でももうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺田、これで力は五分五分や。風間さんの意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことや、お前ら。あなたまさか。そうだよ、私は登場会から近江連合に鞍替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。登場会を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の五代目に踊らされていただけなんだからな。もう一年前から話は進んでいたんだよ、五代目と私の間でね。私は世良が私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求めずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああそうだ。君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったのだ。数年前殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや登場会を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った。そうだ、私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は。ああ、近江へと渡る。私としては登場会も潰れてくれてまさに一石二鳥というわけだ。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか。そうだよ、彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取り憑かれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで登場会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。チング、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている、動くな。何？ユミ、もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあるというんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。
昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら、何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これで弓とハルカには手出しできねえな、神宮。なあ神宮、世良会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何？会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身だから、自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな、何を根拠にそんなことを。風間さん、頼みます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来登場会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。後目は風間さんが決めてください。登場会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやっさんが命がけで残したんだ。 うるさい、セラめ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。あ、だがそうはさせねえ。俺は風間のおやっさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は登場会四代目桐生一馬だ。来いよ。さすが、一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ。無理をするな、もう息も絶え絶えではないか。伊達さん、神宮京平、今四課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ。証拠は何もない、当たりだ。やめろ。ダメだ伊達さん、ここじゃ町に墜落する。クソ伊達さん。
こうなった以上全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。まだやる。甘い。甘い。
まだやれるぜ。錦山君、終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦、なんだそれ、爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ、100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな、当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても登場会の跡目になる。なあ錦、それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。
神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろキリュウ、俺は10年前お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってて。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ桐生。俺は弓を愛してる。だが弓は一度も俺を振り向いてはくれなかった。弓の中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレーナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ東条会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何、そんなことして何になるの。そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いことも全て受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの。カズマやハルカのように。うるさい。どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。ニシキ。なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。まだまだ。
ユミ、これは。ごめんね。私、あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後も、こうしてあなたのことを。私、弱い女だった。記憶を失ってからも、本当はあなたのことだけは、うっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でも、あなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。
そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。あってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、ユミ！お母さん！ユミ、ユミ、しっかりしろ。大丈夫か？お母さん！やっと見つけた。私の金だ。どうした？何もできまい。お前らはこれで終わりだ。錦！こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ、錦！錦！それよりずっと前から言えなくてすまなかった。好きだった。
お前のことか。カズマ、これ、これ、あなたが持っていてくれたの。シンジが、シンジの奴が死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった。また帰ってきた。あなたが私にくれた、たった一つのプレゼントだもんね。ありがとうね。私結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも錦山くんからも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにって、この入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。お母さん、はるか、いい？はるかはどんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから、いい？絶対に逃げちゃダメ。カズマだな。おい、やめろ。しかし、事情は後で話す。お前ら銃を下げろ。キリュウ、お前は悪くねえ。だがこの山で逮捕されたらもうシャバに出れん。俺についてこい。もういいんだ、伊達さん。弓も錦も風間のおやっさんももうみんないない。だから人思いに逮捕してくれ。ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない。そうだ、お前が無所に行けばこの子はまた一人だ。お前それでもいいのか。伊達さ、来やがったな。おい、キリュウ、こっちだ。じゃあ、お前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ？
まあ世良会長やおやっさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。うん、誰なんだ。まあ意外なやつだよ。おい元会長、つけられてるぞ。え、もしかしてあいつが5代目なのか。ああ奴ならきっちり登場会を立て直すさ。じゃあ行くぜ。ああもう戻ってこないのか。さあな、また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか、だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらく鞘と暮らしてみるよ。今までになかった家庭ってのを楽しんでみるさ。おう、じゃあなおさら俺がいない方がいいな。ああもう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。じゃあな、もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ、あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ、thank you.
すまない。またしまったな。ううん、この子と遊んでたから。私、もう行かなくちゃ。元気でね。連れてくか。ううん、ここにいればこの子はお母さんと会えるかもしれないから。遅くなっちゃった。ねえねえお母さん。ん？サンタさん、今年も来てくれるかな。そうね、ゆうちゃんがいい子にしてたらきっと来てくれるわ。じゃあ私いい子にする。毎晩お母さんの肩叩いてあげるから。あら、ほんと嬉しいわ。それじゃ早くお家に帰ってサンタさんを迎える準備しないとね。おじさん、おじさんは何歳までサンタさん信じてた？え？いや、いくつだっけな。信じてたんだ。悪かったな。